Ok, pour le deuxième match de cette soirée exceptionnelle, j'appelle Hazem Maksouta. Maksouta! Il vient de Suisse, il a 26 ans, 1m83 pour 88,6 kg. À son palmarès, 66 combats, 56 victoires, dont 49 par KO, 9 défaites et 1 match nul. Face à lui, ce soir, Tony Gregory. になりました。K1 ワールドグランプリ以前にフランス予選の優勝者と準優勝者の戦いです。フランス大会を制した非常に身長差がありますが、画面の右側トニー・グレゴリー、対するは準優勝にとどまったアゼム・マクスタイの対決です。身長差は13センチあります。Messieurs au centre,
ファイト。さあリベンジマッチ第1ラウンドのゴングです。この大会ですね、本当にフランス大会の決勝戦になったんですけども、はい、この時ですね、逆にスイスのですね、アゼンマックス隊の方が大声援を受けたらしいんですよね。そうなんですか。最後まで頑張る姿っていうかな、アンディの、まあ、弟子と言ってもいいですからね、はいはいはい、そうですね、アゼンマックス隊は。スイス大会にもね、以前のアゼムマクス隊は出ていました、はい、金太英選手とかね、戦ってるんですけども、顔がアンディそっくりですよね、はい、ちょうど体格的にも182センチ、88.6キロということで、はい、まあ、決して大きくはない体でこう大きな選手に立ち向かっていく姿が非常にアンディと非常に被るこのアゼムマクス隊ですが、もともとはミドル級の選手だったんですよね、はい、それがこの2年ぐらい前からヘビー級に変えたんですが、はい、体格的にはすごいハンディあるのにガンガンいきますからね、でやられてもやられても前に出るところで、はい、まあ、この試合すごい盛り上がったんで、はい、まあ、地元の空手部指導とかね、もう一度見たいってことで実現した試合なんですよね、はい、その1月のフランス大会では小さなアゼムマクス隊の方が、まあ、判定で敗れるという形に終わりました、はい、雪辱を期してリングに上がっているアゼムマクス隊がここは手を出していく。一方リベンジマッチを受ける立場のトニー・グレゴリー、身長差が13センチ、そして体重差にすると 23.8キロ差という、これ非常に大きな体重差があります。そうですね、トニー・グレゴリー選手ですね、右のボディ効いたか。あ、ボディ効いてますね。右のミドルキック、いや前に出ていく、前に出ていくアゼムマクス対、はい、いやこの姿はノリカさん、はい、何かやはりアンディを思い起こさせる感じがしますね。そうですね、地元スイスでもアンディと並んで大きな喝采を浴びていたというアゼムマクス対。トニー・グレゴリー選手はですね、はい、蹴りもパンチも両方できるって言うんですけど、やっぱ左引く、左に入りましたね。そしてミドルキック、左ストレート、トニー・グレゴリーが一瞬押されました。なんかこの試合ぶりを見るとですね、はい、フランスの決勝大会もアゼンマックス隊が人気あったの分かりますね、左引くから右のローキック、序盤の展開は石井館長、はい、これやはりアゼムマックス対ペースと見ていいですかね。そうですね、ボディからやっぱり姿勢が低いんで、はい、やっぱり低い姿勢からボディ腕攻めてガードを上げさせて上段という、はい、そして下段のローキックですね、今のところうまくアゼムが攻めてますね、はい、でもやっぱこの体格差はやっぱ結構大きいですね。ありますから ね、いや最近の KO の中でですね、はい、80キロ台でヘビー級に出てくるのは珍しいですよね。そうですね、もう100キロみんな超えてますもんね、はい、左のハイキックをトニー・グレゴリーが見せました。相手が113キロぐらいありますね、そうですね、大きいですね、20キロ以上の差があります。左フック、アゼムマックス対です。でもこれ勝ったらすごいことですよ、果敢に潜り込んでますよね。あー左入った。まあこのリベンジマッチ一度やっているアゼムマックス対は今回は勝つ自信があると宣言していましたが、そうですね、前に出ていく、前に出ていくのは小さな体のアゼムマックス対です。トーナメントで気づいてましたからね。右のフック、左ストレート、いいですね、なんか本当アンディそっくりですね。いいですね、プレッシャーをかけていきます。マックス対、ここで第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。しかしこの第1ラウンド、小さな体のアゼムマックス対がペースを掴んでいます。リベンジマッチという形のこの一戦です。何しろ両者は体格差があります。しかし第1ラウンドは身長差で13センチ低く、体重で 23.8 キロ軽いアゼムマックス隊の方がペースを握っています。まあ元々クルーザー級ライトヘビー級の選手で、そして徐々に体重を上げてきて、ようやくヘビー級ギリギリという現在のライン、ね、やっぱりそれだけ K1 出たいんですよね、まあ、一方トニー・グレゴリーはこれ肉体のフレーム的にはもう K1 のトップ戦線で戦ってもおかしくない体してますからね、はい、そうですね。さあ第1ラウンドの勢いはアゼムマックス対でした。前回は判定で敗れたアゼムマックス対、第1ラウンドの勢いをこの2ラウンドにつなげていくか。第2ラウンド開始のゴングが鳴りました。ボディとですねローキックが効いてますから、はい、これがどんどんね溜まっていけばいいんですけどね。左フックから右のローキック、対角線のコンビネーションを見せていきました。アゼンマクスター左フックです。パワーありますね、右のローキック、まあ、一発一発となるとこのローキックですが、そうですね、単純に一発一発の重さを計算するとやはり谷川さんどうしてもトニー・グレゴリーということになってきますかね。トニー・グレゴリーの前蹴り、あ、前蹴りですね。レフリーが割って入りますが、その声が若干聞こえないほどエキサイトしているアゼムマックス対、
一度敗れた相手に果敢に立ち向かっていく、まあ、かつてノリカさんアンディがねこの姿で我々を魅了したわけなんですが、そうですね、見てるこっちも勇気が出てきますね、はい、そのアンディからもかつてスイスで地元スイスで教えを受けたことがあるアゼルバチタイですが、しかしこの2ラウンドは谷川さんどうでしょうかね。そうですね、グレゴリーがうまく合わせますね、右のストレート、はい、ガードの上からでも破壊力はあります、はい、トニー・グレゴリーちょっと距離を取りましたか、トニー・グレゴリーが。そうですね、あっとかかとを見せました。あるいはアンディからもあの技を教わったのかもしれません。左フックボディへ距離が近づきます。ただキャリアの面から言いますとアゼム・マクスタイがこれが67戦目、トニー・グレゴリーがこれが27戦目、まあ、圧倒的なキャリアの差はあります。そうですね、だけど逆に言うとですね、もう何十戦もしてからヘビー級上がってくるというのは、もう大した勇気ですよね。そうですね、アゼム選手もともとミドル級ぐらいの選手ですからね、金太英選手と戦ってましたからね。そうですね、72キロぐらいで戦ってる選手ですから、それをどうしてもやっぱ K1 で耐えてことで体重上げてきてるんですね。なるほど、もう金太英選手もですね、勝ったんですけどその時すごい強かったと言ってましたね、はい、左フックレス、そして躍動感が増える右のミドルキック、アゼム・マクスタイのキックです。30キロぐらい違うとですね、倍疲れると思うんですよねこれ。そうですか、23.8 キロ差、直前の軽量差です。あっと左服、この一発の力の差はやはり大きい。まあ本当にね、地元から言うとトニー・グレゴリー選手の味方が多いと思うんですが、まあアゼムがね小さいこともあってね、右の服、左服、そして右のミドルキックに左の服も返していった、トニー・グレゴリーの重いパンチとキックです。体力ありますよね、はい、そこだ、アゼム・マクスタイの2発3発分がトニー・グレゴリーの1発分に匹敵するかのような、はい、そんな計算かもしれませんが、もう本当にアゼムはですね、懐に飛び込んで思いっきり振り回しますね、はい、左このパンチ、あとこれは距離が届きません、フリップですね、こう全くしかし怖がってないですね、怖がってないですね、見上げる形でトニー、アゼム・マクスタイがまた懐に飛び込んでいく、右のフック顔面に入ったところで第2ラウンド終了のゴングです。アンディ日本に出ますね、顔がね、非常にかぶりますが、かつてアンディからも教えを受けたというトニー・グレゴリー、さあ試合は第3ラウンドを迎えます。スイスでですね、はい、K1 が開かれてると必ずですね、アンディはですね1ヶ月ぐらい合宿やってたんですよね。おー、はい、その時にマリノ・デフローレンとかですね、ジャビット・バイラミとかですね、はい、この後出るですねペーター・マイストロビッチとか、はい、その中にアゼムいたんですよね、みんな共通点はスピリットがありますよね、はい、まあ、アンディのその魂の継承者の一人という言い方は当てはまるでしょうね。そうですね、アンディ・ナキアとヨーロッパでは若干スイスが休眠状態という立場を取っておりますが、そのスイスを引っ張っていく立場でもあります。このトニー・グレゴリーの前蹴りがすごいですね。これは非常に有効でした、1ラウンドは若干アゼム・マクスタイか、しかし2ラウンドはトニー・グレゴリーの力も見え始めてきています。さあ第3ラウンド開始のゴングです。1ラウンドほどは谷川さん、はい、アゼム・マクスタイの方から見れば2ラウンドちょっとトニー・グレゴリーのパワーというのが気になってきました。そうですね、トニー・グレゴリーですね、距離を空けてうまく戦ってますよね、はいはい、もうリーチではこちらの方がはるかに上なんで、もうアゼム・マクスタイをですね、入らせないようにさせて、でカウンター狙ってますよね。右のミドルキック、しかしこれは届きました。下手に距離を取ってしまうとどうしても身長があるトニー・グレゴリーのペースとなってしまうと思うんですが、はい、左のハイキックから右のストレート、いいですね、やっぱねじっくりね距離取られて落ち着かれてやられるとヘビー級にね、はい、攻めづらいですよね、この右のストレートも届きません。この距離を保ってしまうと石井幹事はやはりトニー・グレゴリーペースということになるんでしょうかね。そうですね、やっぱトニー・グレゴリーがゆっくりこうカウンターを狙い出すとですね、はいはいはい、まあ、なかなか攻めづらくなりますね、安住選手まず中に入ることが入らなくちゃいけないですね、はい、まあ、本人もヒットアンダーウェイはとにかく基本戦法だとそう話していたマクスタイです。この右のフックもこの距離では届きません、はい、逆に右のローキックが捉えました。トニー・グレゴリーの右のローキック、左のミドルキック、右のフック、ミドルを押していった、グレゴリーがねプレッシャーかけてきましたね。
1月の K1 フランス予選で判定で勝利したのはトニー・グレゴリーです。返り討ちなるんでしょうか。2ラウンドからじっくりじっくりとその体格差が展開の差に現れてきています。もうアゲムはですねリスクを恐れずに中に入っていくんで、その分ですね本当にパンチが当たってますよね、はい。まあ、逆に 入らなければ自分 その勝機は見出せないわけなんですが、そうですね、でトニー・グレゴリーですね表情見ても分かるようにものすごい冷静なタイプですね、はい。あそうですか。遠くから右のパンチを放っていったアゼン・マクスタイ、まあ、キャリアではトニー・グレゴリーの方がまだこう少ない状況なんですが、まあ、本当に自分のいいところですね。グレゴリー右のキック、いいコンビネーションですね、ションです、はい。アゼム・マクスタイも左のフックをボディに返しましたが若干距離が足りないか。トニー・グレゴリー自身はですね非常にスマートな戦いができることが自分の特徴だって言ってましたからね。あなるほど、はい。右のストレート、しかしこれはアゼム・マクスタイのパンチです。ベルシー体育館から歓声が沸き起こりました。このキックは相打ちです。これはダウンではありません、スリップです。残りが30秒です。第3ラウンド、試合は3分5ラウンドで行われています。左のミドルキック、距離は足りましたが若干パワー足りないか。左フックです。アゼム・マクスタイ右のローキック、右のスイングフック、距離を潰しましたが、さあ残り10秒を切った第3ラウンド、左から右のストレート、ワンツー簡単でないですね。トン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 ト1月の K1 ワールドグランプリ2002フランス予選はトーナメントであったため3ラウンドでした。今回は3分5ラウンド、今回は2ラウンド長いんでこの長さは自分に有利だと思う、そう語ったのはアゼム・マクスタイの方でした。しかしこの今日の試合ラウンドが進むにつれ若干肌色が悪くなってきているのはアゼム・マクスタイです。ちょっとトニー・グレゴリーがですね、はい、アゼム・マクスタイの攻撃パターンが大体分かってきましたよね。あそうですか、逆にね、やっぱりこの体重差はね、ずいぶんスタミナロスはすると思いますよ。あそうでしょうね、それとやっぱリーチが全然長いでしょう、はい、だから懐が深いですからね、そこにどうやって飛び込んでいくかアゼム・マクスタイ。ペースはこちらトニー・グレゴリーペースとなってきました。第4ラウンドを迎えます。体格差がゆっくりとゆっくりと試合展開に現れ始めている。迎えた第4ラウンド、ただアゼムガンガンいきますね、まあ、本人はこういうリベンジマッチの経験というのは初めてらしいんですが、まあ、ただカード組まれた瞬間非常に喜んだって言ってましたけどね、はい、そんなコメント残してましたね、すぐにでもやりたかったと、まあ、そんな勢いを話していましたが、この手のストレートも届きません。逆に軽く出したトニー・グレゴリーの右のジャブが、アゼム・マクスタイの顔面を壁キットします。やっぱなんか今のこの身長差だったらなんか飛び上がってね、はい、打つような感じじゃないと届かないんですよね、はい。それであのトニー選手は結構アップライトまっすぐに構えてますから、はいはい、結構身長差そのままですよね、はい、なるほど、顔面届きにくいですよね。あこの左です。あのジャブでもストレートぐらい効くと思いますよ、時折スイッチしてくるトニー・グレゴリーですが、右のローキック、これはかろうじて届いた、ローキックですね。アゼム・マクスタイのローキック、乾いた音が響きました。パリのベルシー体育館、右のローキック、右のローキックですよ。左のももの上を捉えました。できれば連打で蹴りたいですよね、連打、はい。あとしかしこれパワーがあるトニー・グレゴリー、右から左のフック、右のフックです。飛び込んでくるところトニー・グレゴリーが合わせていきました。カウンター待っています。左のジャブから右のローキック、左の大きなスイングフック、アゼム・マクスタイダウンではありません、まあ、危なかったですね、危なかったですね、ちょうどカウンターはされましたね、カウンターでね、これ石井勝ちやはり待ってますね、トニー・グレゴリーはね、ちゃんと見てますよ、完全にカウンター狙いですね、はい。しかしかつて共に戦った、そして教えを受けたこともあるアンディは、ノリカさん、こっから勝ち上がってきたわけですからね、そうですね、気持ちですよね、はい。
その姿がこのアゼム・マクス対見られるかどうか。このリング上右のストレートは届きません。残りが1分となります。第4ラウンドローキックを、ね、もうちょっと攻めてくるといいと思うんですけどね。このラウンド2つ、はい、いいローキックが入りましたね。いい入ってますから。左は相打ち、右のフック。ローキックもね、はい、身長が高いとですね、上から落とすローじゃなくて下から上に蹴るようになっちゃうんですよね。どうなると、だからやっぱ効きにくいんですね。あ、左フック。アベルマクス対の、しかし左フック。さあこの一発で、この一発で形勢が変わるか。かつて共に戦った、そして教えを請うたこともあるアンディもこの劣勢を幾度となく繰り返してきました。勢い余って自らのマウスピースが落ちました。アゼム・マクス対、ちょっと一発でここは、ね、もっと早くやらさないとダメです ね、はい、ね、休ましすぎです ね、マウスピースが口からこぼれ落ちましたが、いや、きちっとした性格ですね、このレフェリーの人はね。さあ試合がリスタート。あの左フック一発で形勢が変わった。うん、ちょっとね、これまた流れ変わっちゃって、ね、そうですね、この間がちょっとね、はい、あずまラッキー、アンラッキーですね。ここでこのラウンドも終了のゴングです。しかしラウンド終了間際、アゼム・マクス対が再びペースを取り戻す。左フックを炸裂させています。さあ2ラウンド以降、全体的なトーンとしてはトニー・グレゴリーのペースで進んでいたんですが、あの試合終、ラウンド終了間際、アゼム・マクサイが遠い位置から左のフックを放ってきました。このパンチです。このパンチの効力は谷川さんどう見ますか。いや、効いてると思いますね、はい、そしてその後は、はい、ですね、もうアゼム気力ですよね。畳みかけに行ったんですね、はい、しかしアンディそっくりですね、こうやって頑張って。本当にここにいましたね、はい、のりかさんもそうだそうだとうなずいていましたが、そうですね、入場の時に、あれってアンディと見間違えたんですけど、本当ファイトスタイルも似てますね、はい、シルエットが何か思い起こさせるものがありますが、さあラストラウンドです。ラストラウンド、ファイト。第5ラウンド開始のゴングです。しかし第4ラウンド終了間際、アゼム・マクス対が2ラウンド以降の劣勢を跳ね返すパンチを炸裂させましたが、アゼム行きますよ、さあ前に出ていくのはアゼム・マクス対。身長差が13センチ、体重差が 23.8キロ、まあ、判定も微妙ですからね、はい、1ラウンドとさっきの4ラウンドは僕、しかし前蹴りから右のフック、距離があるのはトニー・グレゴリーです。いい前蹴りですね、あれ遠い位置から飛んできます。また足が止まったか、アゼム・マクス対トニー・グレゴリーはどう攻めるか。右のフック、トニー・グレゴリー効いてますね。力があるのはトニー・グレゴリーです。右のハイキック、これは左手でガードした。このラウンド取った方が僕勝ちだと思うんですけどね。このラウンド、勝負だと思いますね、はい、2、3はやっぱりトニー・グレゴリーだと思いますので、この左フックがこの距離では届きません。アゼム・マクス対、左の前蹴り、あ、右の前蹴り、失礼。あとこのカウンターもやはりパワーではトニー・グレゴリーです。あ、右いいですよ、アゼムの見下ろす形のトニー・グレゴリー、後ろに下がっていくマクス対、お互いに苦しそうですね、右トニー・グレゴリーの右、そうなんですよ、ヘビー級が一発で変わっちゃうんで、はい、アゼム・マクス対の2発3発がトニー・グレゴリーの1発分、そうですね、これもトニー・グレゴリー待っているか。牽制気味に右の前蹴りを見せましたトニー・グレゴリー。前蹴りなかなか入りにくいですよね、はい、長いですし、あの前蹴りを見せられた後にちょっとアゼム・マクス対が足踏みしてしまうような、そうですね、そんなシーンがありますが、しかしここも前に出ていった。直線的にガンガン来ますからね、アゼムは、はい、ガードがダメで左から右のフック、これはガードされた。アゼム・マクス対のパンチ、いや、もう本当に右のパー、アンディ・イズムの根性ですよね、こういったシーンでアンディがかつて何度も何度もですね、お願いしてきたわけですが、右のハイキック、すべてですね、左ハイキックもしかし返していったトニー・グレゴリー、返しますね。これグレゴリーもダメージは谷川さんありますよね。あると思います、あると思います、ダメージが出てますね、あ、そうですね、はい、でも口で息してますね。右のストレート苦しいと思いますよ、右のストレート、アゼム・マクス対のパンチ、
のがありますよね。グレゴリーの方はフランス人なんですけどね、はい、地元フランスはトニー・グレゴリー、はい、アゼムはスイスの選手です。こういうね武道的な試合はねどうしても小さい方応援したくなりますよね、はい、あまたカウンターいいですねトニー・グレゴリーのフランスの方はそしていいファイトをしたファンに必ず声援を送りますよ ね、 そうですね。あ大きなパンチこれはどうかこれはどうか確かに効いている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 ダウンカウントが入っていくカウンター入っちゃいますね最後最後もったいないですねマックス対にダウンカウントが入っていくここでタイムアップです。しかし最後の最後アゼムマクスタイが致命傷の一発をもらってしまいました。最後の最後は谷川さんもったいなかったですね。あのカウンターでですねショートの、あのパンチが入りましたよね、はいまあ、一瞬こらえたかに見えたんですけども ね、 聞いてましたね。もうちょっとレフリーも気がついてないほどのダウンだったんですけど、はい完全に足に来てましたからね、ちょっと持てなかったですね、まあ、これで最終ラウンドは完全にトニー・グレゴリーと、はい、なったと思うんですがそうですね。で逆に言うとですねそれほど最後までアゼムが前に出たからこういう結果になったんでしょうね、はい、しかし何かノリカさん印象に残るのはアゼムマクサイだったようなそんな感じもしますね。大学さから本当に体力の消耗が激しいでしょうに、はい、でも気持ちで負けずにどんどん入っていったところがすごくね、すごいなと思いました。下がりませんでしたからね、これが効いたんですね。こらえたんですがグラグラグラッと来 て、ね、結局ダウンカウントがアゼムマクスタイに数えられるという形になりました。左も効いてますよね、前蹴りからの左ですよね、はい、左のなんかアッパーのね、やっぱしあのヘビー級は重たいんですね、さあジャッジです。Et déclaré vainqueur à la majorité des juges, Tony Gregory. 最後のダウンがやはり大きく効きました。場内大ブーイングです。トニー・グレゴリーが判定勝利ですが、このブーイング、母国フランスの出身なんですけどね。ダメですね、トニーはね。これはもっとやっぱ攻めないとね。はい。やはりあの大きな体に向かっていったマクスタイのその気持ちがノリカさんこのブーイングなんでしょうね。そうですね、昔ジェームレバーナ選手が若い頃に母国で判定でブーイングをありましたね、トニー・グレゴリーはその体格に物を言わせしかし判定で勝利をつかみ取りました。しかしこのフランスのファンの心に残ったのはアゼム・マクスタイの方だったかもしれません。試合は判定でトニー・グレゴリーが勝利、見事返り討ちを収めています。かつてアンディからも教えを受けたアゼム・マクスタイ果敢に挑んできましたが、そしてこの勝利のカップを手渡された瞬間にも場内からはブーイングです。まあ、しかしこれはトニー・グレゴリーにはトニー・グレゴリーの作戦があるでしょうから、ここはしっかり距離を取ってアゼム・マクスタイのその接近を最後は力でかわしたトニー・グレゴリーの軍配に、ここは一つ勝利という形になりましたが、フランスのファンはどうやら心象的にはアゼム・マクスタイに歓声を送っているようです。試合はトニー・グレゴリーが判定で勝利を収めています。First day of the rest of my life. Stand behind the mic like Walter Cronkite. Y'all keep the spotlight. I'm keeping my rhyme.